はい、どうも、鈴木鈴でございます。ほっぴー、はい、どうもお疲れ様です。ジェイクでやっていきます。はい、どうもこんばんは、どうもです。はい、トランお疲れ様です。走った方はね、お疲れ様です。あ、高評価ありがとうございます。高評価ありがとうございます。皆さんぜひね、高評価よろしくお願いします。神引き期待します。ありがとうございます。いやー、やっと終わった。本当に疲れた。マジで疲れた。うわ、あんぱないっすね、本当に。いや、トロラン50以内は多分初かな。ユンカーの時どうだったかなっていうのは、かぐらいかな。多分初だと思う。多分。はい、ごまー。鈴木が鈴木を弾くの楽しみです。ありがとうございます。素晴らしいコメント。こんばんは。こんばんはです。あ、樋口さん、こんばんは。樋口さんの名前出さないでください。やめてくださいね。この配信だけ樋口の名前 NG にしていいですか？樋口って名前打てないようにしようかな、コメントで。徹底していい？ NG ワードにしていい？ひらがな、漢字、カタカナ。NG ワードにしようかな。はい、ごめん、アイドモです。前回、森引いたとき、ま、あえてね、あえて森引きたくないから、森もね、設定して引いたら森出ちゃったんで、今日はもう、鈴木さん、もう全裸待機させてます。はい。やってますよ。はい、でも5位フィニッシュできた、鈴木森重一、おめでとうございます。お疲れ様です。ユンカーエンブレムだっけ？トロフィーランブル、俺、マジ初かもしれんな。今回失ったもの発表していいっすか？まず、僕の BP 回復薬、全部なくなりましたね。昨日の生放送でも、言いましたけど、BP 回復薬、1回で5個回復できるやつが、300確かね、50個ぐらいあったんだよね。それ全部なくなって、普通の1個の BP 回復薬、1回復しかできないやつが650ぐらいあったやつも全部なくなって、で、石も、確かね、3300ぐらいあったかな ?3400 かな ?3400 あったのが2700なくなってますね。はい。で、ミサンガも、高木だけをマックスにしましたね。高木6レベル分ぐらい上げたかな。
それぐらいですかね。いや、ちょっとね、正直これで鈴木弾けなかったら、だいぶモチベーション下がりますね。マジで。マジで下がる、これは。J クラモチベ、アマテラス杯来る前に、めちゃくちゃ下がりますね、これ。それぐらい。で、さらに久保建英がこの後、タイムスリップとかで来ると、マジでやばいね。意思ないんで。800、今800しかないから、一周するとしても2000、1400、2万円課金しないといけない。いや、きついね。だいぶ下がりますね、これ。あ、樋口エモンってやめてください。正直、樋口の方がグレード高いし、それはそれでありみたいなとこあるでしょ？ないです。はい。全くないっすね。いらないって言い方あんま良くないけど。いや、いいでしょ、これ。デリンボーアーチ、鋼の心臓、高精度クロス。いるかい、これ。今更。このスキル構成。いらんでしょ、これ。鹿島サポぐらいだよ。欲しいなって。いらないよ、全然。マジで。1ミリもいらないね。申し訳ないけど。100億万パーセント鈴木ですよ。全然。森の時はまだね、キラーあったし、まだね、森くんいたいで、森くんはまだスキル構成もいいから。フォックス、インザベックス、スペクタクルドリブル、音速ドリブルね。まあ、そんないいとは言えないけど、まだ使えるから。ちょっと樋口は論外っすね。申し訳ないっすけど。明日のダービー向けて景気づけお願いします。引きますよ。清水サポーターのね、応援も胸に、したいと思います。はい。50位大変だったね。チケット結局使っ、なんか、余っちゃったね。180、ちょっと後で確認するけど、結構残しましたね。平良センサーの樋口も良かったに鈴木引いてしまいました。うぜえなぁ。じゃあ俺の鈴木見る？俺の鈴木これ。見てよ。まずレベルもマックス。育成楽ですね。で、センスも最高。ディフェンススキル強化へ持ってます。そしてディフェンス 20% もあります。はい、パワーもあります。これはもう、来るしかないでしょ、これは。ねえ。めちゃくちゃいいのよ、センス。これ欲しいでしょ。普通に。睡眠時間、いや、言うてねえ。ここ結構、良かったんで。いや、でも全く寝てはいないわけじゃないね。3、4時間ぐらい寝てたかな。4、5時間ぐらいかな。なんかちょこちょこね、仮眠は取ってた。キラはないね。キラはないけどセンスいいから。スーさんの今後の活動に響きそうなので、さすがに鈴木選手引いてほしいです。さすがに2連続、お目当て引けないの泣いちゃうよね。この鈴木かっこいいよね。わかる。僕のね、後ろにも控えてます、鈴木がね。いいでしょ。鈴木3コンボあ、久保くんもいます、これ。セクシーな久保くんもね、見てます。大分時代の鈴木キャプテン持ってる。逆にレアだね。アフロがエスパユに来てるの似合う。なんか、一チームに一人欲しいよな、アフロな。キッカーな、バカ野郎、お前。キッカーはお前、鈴木に決まってんだろ。キッカー鈴木ですよ。アタボーじゃねえかよ。樋口くん持ってないっす。樋口くんなんて、持ってない。樋口即売りだよ。
よし。井口くんはね、一応なんかMVP ガチャ券から空気読まず、あ、申し訳ないですね。出てきたんすけど、トロン一枚だけかな。あ、いたいた、これね。これね、なんか不穏だよね、これね。井口くんには申し訳ないですけどね。なんかちょっと出てきたんですけど、まあ、この一枚だけですね。本人が蹴ると出ない。え、にわか？前回見てない？僕の MVP 大迫ガチャ生放送見てないっすか？にわか？にわかですか？森と同じ展開で行くの。森の時はもう森をキッカーにして、もう全てを森の設定にして森引いちゃったんだよ。不穏やから売却しろ、その樋口。確かに。ちょっと心の中でね、もし樋口ね、もし出ちゃった時のために残しておこうと思ってたんだよ。その気持ちが良くない。いいコメント。素晴らしい。残しておそう、ちょっとね、ちょっとケチ臭さ出ちゃってたよね。ちょっとだけいいセンス、もし、出ちゃってもね。ちょっとミさんがちょっとだけ育成するの楽になるから残しておこうと思ったけど、いらない。その通り、正解。そういうのはダメ、良くない。そういうのがいいよ、寄せつけちゃうからね。はい、こんばんは。あ、このユニフォームかっこいい。札幌ドームでね、13,000円で買いました。ありがとうございます。高いです。高かったです。宮沢のセンス最高です。大阪を宮迫と呼んだ時みたいにミスしなければいけるって。俺何、大阪のこと宮迫って言ったの？最低じゃん。不穏だから鈴木売却してくださいって。いや、鈴木引くんで。はい。いや、売りませんよ。やめてください。樋口の名前出さないで、マジで。井口の名前出すのやめてください。井口ダメ。井口はマジで申し訳ないけど、あ、背景、清水エスパルス背景でね、検索して日本平出してもらってます。ありがとうございます。もう今日は清水一色です。もう気持ちは静岡県にいます、僕。ありがとうございます。お腹空いてるんでね、この後鈴木引いて爽やか行ってきたいと思います。はい、ありがとうございます。僕の名前樋口です。念送っておきます。あ、今すぐね、結婚して名前変更してください。50位目指すとしたらどんぐらいハード？50位？50位、トロランはしんどかったね、とりあえず。いや、回復薬なかったらもう石めちゃくちゃ使うだろうし、特攻も、今回、まあアイコニックということで、まあ結構85以上とか、過去限定来てたから、特攻上げやすかったのよ。それもあるよね。それも相まって結構しんどかったな。とりあえず無課金で石少ないのは絶対回んない方がいいね。課金できる前提で回んないと。あと、最終日絶対、回る時間、休みとか、ないときついね。清水美智子って何？お腹すいたな。じゃあ、順位見ましょうか、僕の順位。いきます。まだ見てないっす。いきます！報酬受け取り、こちら！ありがとうございます。31位フィニッシュ、31アイスクリーム来ました。これは引けるでしょ。どうでしょうか、31位。ちなみに引けた方いますか？50位から11位の人で何位で引けたとかあります？僕の前後引けてなければちょっとは可能性あるかなと。
いう感じはしますけどね。うん。前も31とか言ってなかったよ。そんな記憶はありませんよ。はい。特攻の方ですが、宮沢。あ、山田もちょっと使ったわ。これ。山田もね、ミサンが使ったから、8レベル分ぐらい使ってるわ。嘘ついた。うん。8レベル分ぐらい使ってるわ、ミサンが。すいません。山田も育成してた。あとは、もともと持ってたやつフュージョンしたぐらいだね。あと、ライトガチャ券ね。うん。85以上とかも使いましたね。小池純喜、高木。そうだね。それ以外はライトガチャ券で出たやつフュージョン。宮沢アイコニックガチャ券から出ました。エスパサポレス41位で鈴木出ました。来ました。ってことは31位も鈴木出ます、これ。はい、もうネタバレ。すいません、引く前に。ネタバレです。うん。ネタバレです、これ。今回お気に入り券が小林衆出たから嬉しかった。素晴らしい。鈴木よしのり、31歳だから、いい順位だな。ネタバレです。ありがとうございます。ネタバレ来ました。申し訳ないですね。いました。樋口の名前出すのやめてください。78位で 50% 引いて鈴木でした。正直樋口欲しかった。死ね!21 位鈴木、31位樋口、41位鈴木、やめてください。21位の方いますか?12,736 位です。引けませんでした。引く権利すらねえんだよ。全然やってねえじゃねえかよ。日本と北朝鮮前半終了11、何の話してんだよ。何の話してんの?女子サッカー?女子サッカーの話どうでもいいんだよ。女子サッカーより熱い試合も始まってんだよ、バカタレがよ。150位で樋口引けた?150位ならもう、MVP 出るだけありがてえよ。正直トップ30位はどっち引いたか結果公開してほしいよな。確かに。50位内で先に樋口引いときました。いや、素晴らしいね。俺36位で樋口引いたから、11位から50位のボックスに鈴木いっぱい残ってる。マジで。36位で樋口?いやー、怖えー、マジで。樋口引いちゃった。はい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 。センチュリー21で働いてる。センチュリー21!鈴木昨日駅前で31でホッピングシャワー食べてました。これ決まりですねって。こんな寒いのアイス食ってんじゃねえよ。うん。よし。そろそろ行きます?じゃあ。いや、じゃあまずね。まず。まずは、85位。全部引くよ、この3枚ね。85と、アイコニック85以上。まず、こっから行って、で、オティン DJ で流れ作って MVP、ドンで行きます。はい。まず85ね。まず85から行きます。樋口来いっていうのやめてください。はい、行きます。声ちっちゃくね。カビラジエの。もうちょいでかくしてやるから。よし、行くぞー。まあまあ、これも気にじけったらかなりね、でかいよ。まあ、蹴るわけない。まあ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 。そこの運は別にいらないっすよ。あ、まあまあまあ、いいね。J2 の方来て。あ、J2 の流れ作ってますね。ありがとうございます。これは来るね。次ね。はい、アイコニック85以上。正直もう宮沢引いちゃったんで。言うてなんだよね。そこまで。
で、88以上超えてくれるんだったらありがたいね。いきます。金型なんて来たらね、もう別にまあ来ないよね。いや、これで95以上超えたらやばい。どうせは持ってない人がいいね。ミキサーにかける可能性もあるよ。お！柿谷！柿谷！俺、エッキルシュートねえの、好きじゃねえんだよな。かっこいいけどね、カードは。エッキル。正直微妙だよね。なんかこのスペクタクルトラップした後になんか、シュート、何？決定力上昇とかならまだいいけど、このトラップでね、抜けたところで決めれんのかと、 B スキルで。まあでも J2 の流れ来てます、ありがとうございます。これで樋口出たら俺さすがに謀反起こしちゃうぜ。いやでもこのカードかっこいい、ありがとうございます。これで引けなかったら柿谷にフュージョンしようかな。フュージョンじゃねえ、あのミキサーに入れてやろうか。いや、かっこいいよね、柿谷ね。いや、 A シュートなんかせめてパス欲しいよね。じゃあクラス、いや全然あげたいけどね、あげれるもんなら、あげれるもんなら全然あげたいっすよ。柿谷の母親、旧姓樋口です。やめてください。違います。はい。いや、行くか、怖え、マジで。一週間、俺の努力は報われるのか。本当に頼む。マジで、救ってくれ。このアカウント、マジで狙い引けなさすぎる。まず、岩田も引けなかった。大迫も引けなかった。さすがにもう三度目の正直だよ、正直。何回正直って言うんだ。もう正直を言いすぎている私はもう。あっティン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 ディンティン、あっティンティンティンティンデ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 ィン、ついにこの時やってきた。めちゃくちゃ引くの怖すぎる。MVP 鈴木さん。僕の股においでやす。爽やか！おっきん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 。おっきん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 。おっきん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 。おっきんきん。鈴木しか勝たん！おっきん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 。おっきん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 。おっきん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 。おっきん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 。頼む！鈴木！鈴木来てくれ！とりあえず皆さん驚かないで。金旗は絶対来るから。まあ赤旗の可能性もあるけど、鈴木は95以上なんで、金旗は来ます。はい。右の数字が5で。いやでも赤旗パターンの方がいいか。赤旗パターンの方がいいか。逆に。いやー、どうだこのパターン、このパターンどうなの。見たくねー。続き、
このパターンでいい？このパターンでいい？スクラッチ形式で見ていい？いや！いきます。頼む！ゴー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 、よっしゃー！続き決定！ありがとうございます！ありがとうございます。うまかった、助かった、報われた、続きだよ。鈴木も喜んでます。ありがとうございます。助かったぜ、マジで。うわ、よかった、マジで。ああ、マジで今回出なかったらしんどかった。あ、ゆうかわさん320スーパーチャットありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー。これは嬉しいね。うわぁ、よかった、マジで。救われたわ。ちょっと育成しましょうか。いやぁ、いいね。あー、使おう。よかった、よかった。モチベーションがね、さすがに、しんどかったよね、出なかったらね。三度目の正直、ありがとうございます。ちょっとフュージョンの前にさ、ミキサーもやっていいか？ミキサー。いや、でもまだ今、ブラリあるから、まだやめた方がいいかな。11日までだっけ？ミキサーもやりたいよね。とりあえずこの1,2,3,4やで。まあ正直リャンはもういいかなって思ってんね。リャン残しといた方がいいかな。リャンまた来るかな。リャンもう引退するべ。年齢的に。どう？ 1912年。1912年。 41?41? いや、でもめっちゃセンスいいな。めっちゃセンスいいわ。残しとこう。85以上いっか。やんこなさそう。85以上、ちょっと、富山いいよね。富山サポーターの方すいませんね。富山と、あと誰？なんか俺引いたんだよな。富山と、どこ？あれ？なんかもう一枚俺85以上あったけどな。もうちょい主張して？超足りなくね？あれ？千葉どこにいる？千葉どこにいる？え、主張弱くね？千葉の。どこにいる？千葉。あ、いたいたい、主張弱え！
番いいよ。え、柿谷も行くかこれ。柿谷。ああ、大してね、持ってねえし。柿谷をフュージョンしちゃおうかな。嬉しいから。柿谷もやっちゃうか。ああ。ありだよな。これで金虹引けたらかなり熱いよね。いやでもなプロキーいい強いね。柿谷のセンス？柿谷のセンスなんて何も成し得てないよ。一応72なんだ。残しよっか。残しよっか。うん。残しよっか。ちょっとレベル上がってたよ。また柿谷来た時にね、フュージョンできるから。残しよっか。はい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 。あと一人誰にしよっかな。あー、小池いいね。あ、小池にするか。この6人でいくわ。85以上2枚。いきます。ミキサー今んとこ2回やったんすけど、2回とも引けてます。はい。おめでとうございます。僕は、樋口選手99でした。どんまいです。ちなみに何位でした？はい、いきまーす。まあ、ただこれだと、84以下があまり絞れてないんで、全然黄色ボール消える可能性もあるから、正直、ね。84以下で行きたいとこではある。さあ、今日の俺の運。これで金虹引けたらかなり、あちあち。行きましょう。緊張の瞬間。お願いします。期待を込めて。まあ、そうだよね。うん。まあまあ、樋口引けたから行くか。まあまあまあ。あー、な、まあ、まあ、そう、まあ、そうなるよね。うん。フュージョンするか。鈴木、ここに入れて。めっちゃええやん。鈴木はまず鍵外してテクニックにいるのか。オッケーオッケー。ああよかったよかった。入れまやんないよ。テクニックね。限定。あ、ベンチにいるのね。はいはい。あ、あれも交換しよう。MVP コイン。MVP コイン。これ嫌ってたら熱いね。よし。さあ、やっちゃいましょうか。嫌ってないね。あ、この鈴木も、85ね。85。よし。オッケー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 。フュージョン77。いいねー。ミサンガ全然使わなくていいの助かるわー。アジアカップの女子決勝で北朝鮮がフェアプレーでやっていてよかったです。いや、まだ前半でね、ラフプレーしないでしょ。さすがに。いや、なんか俺の鈴木、誇らしげじゃない？
多分みんなのね、鈴木より、多分俺の鈴木、誇らしげだと思う。ブーストめんどくせえな。もうセンスはね、完成されてるからね。はい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 。78。あ、マジでちょっとしか使わんな。キラにしたいね。それはそう。固有ですか？鈴木固有じゃない？さすがに。ウェイ！ありがたい！あ、鈴木さんからのね、お達しですよ。うん。ありがたいね。ブーストレベルフュージョンに使う選手3まで上げると、金節約になる。ブーストのレベルを？いいよ、資金いっぱいあるから。ウェイ！始めたてならいいかもね。バカみたいに資金あるから。よし。おー、75、あと75経験値でマックスやん。いいね。明日静岡ダービー見に行こうぜ。間に合う？明日の静岡ダービー、俺、今からチケット取って、朝早朝に出ないと。今日北海道荒れてたんだよ、天気ね。いや、マジでディフェンススキル強化 A が光りすぎる。だってディフェンススキル A2 つあんだもん。空中戦の支配者ガーディアン。光りすぎる。えぐい。江口洋介すぎ。うわー！ありがとうございます。チケット完売？よこせ。よし。ピラにしてーなー。はい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 。だい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 アップ！グローリー蹴りてえけど、ボックス圧迫しすぎてだるいな。いちいち売るのが。秋葉の膝の上で見てください。秋葉の膝の腕ってね、ああ、秋葉さんって監督か。落ち着かねえとこでおないよ。監督？監督の膝の上で見ないといけないの。な、上でなんか、飯でも食いながら見てえな。うん。センス完璧だよ。俺の鈴木は完成してた。まあ、それもあってね、狙いに行ったよね。あとセンターバック欲しかったから、ね。俺が、しかも、鈴木っていうのもでかい。これが田中とかだったらね、行かなかったかもしれない。ああ、やっぱ同じ鈴木ということで、なんだろうね。やっぱ仲間意識？だ鈴木と俺ってほぼほぼためやん。1992年。まあ、僕の方が、まあ、一個年上ですけど。やっぱ30年間ね、鈴木を背負って生きてきたものとして、親近感ありましたからね。オッケー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 。スーさんお疲れ様です。鈴木義則ってユイコレで言うとどのくらい当たりですか？どのくらい当たりか。ルベンディアスかな。ルベンディアスです。めちゃくちゃいい例えだね。ブスもしますか。ちょ、20% でやっていくわ。9月11なんだね。お誕生日過ぎとるよ。おめでとう。
コンサ残留大丈夫だ。勝ち点12ぐらい離れてるよ。さすがに大丈夫だろ。から J2 をしたらもうさすがにね。笑えないっていうか、逆に笑っちゃう、ね。あー、もうなんか体バキバキだもんな。やっと解放されたわ。このスマホ付けから解放されますよ。おはようございます。ピザでも食おうから配信終わったら。22時か。だいたいピザやって23時ぐらいまで。ピザでも注文しちゃおうかな、こんな時間に。ブースト失敗の音なえる。べーん。20% の外れ方じゃないね。有給取ってよかった。有給取りやすい職場でよかった。前の職場だったら、まあ、こんなポンポンは取れなかったね。正直ね。うん。お腹壊れる。いや、お腹大丈夫。今日は調子いいから。塾帰りでさえ、髪の毛おめでとうございます。ありがとうございます。ルベンディアス、ウィコレ最強センターだけ、鈴木そんなあたりなのか。ルベンディアスのリミテッドだね。ガーディアンとかではない。センス的にはまあ、リミテッドぐらいか。はいよーん。レベル4か、俺。この、ああ、いいね。いや、どうしよっかな、フォーメーション。スリーバックね、352。宮沢をどうするかなんだよな。中盤いっぱいいるからさ、スリーバックの一角に、宮沢どうだろうな。一応ディフェンススキル強化あるから、奪ってくれそうではあるんだよ。ロースパ使えますか？あー、センス解放に？お気に入りクラブグローリーが結構あるから、それを清水でワンチャンね、切ららせたいよね。あ、で、今さ、イベント、ブラリーなんか選べるんでしょ？でも鈴木って45以上？グレード85以上って45はあるか？あるか？選べるグローリーね。ダブル A センス顔面8位ね。もう最初期から鈴木を残してね、フュージョンし続けた結果が今、実りましたね。俺キラやばい。めちゃくちゃ超えるやん。化石森重ベンチ送り？森重なんて俺入れてるベンチ。森重はね、ディフェンススキル1個しかないから。論外。樋口ウイコレで讃えると誰？樋口ウイコレで例えると誰だろうな。ちょっ、ペリシッチかな。リミテッドとかの。リミテッドペリシッチぐらいが。でもペリシッチウィングできるからね。じゃあ違うな。でも大体の選手ウィングできるからな。あのスキル構成だったら。誰だろうな。普段のセレクト牛丼。
いや、違うな。いや、まあ、いや、まあでもそれぐらい微妙ではある。結構行くな。デヨングぐらい。リミテッド？リミテッドデヨングのスキル構成覚えてないけど、デヨングは、いや、そんなレベルか？もっとひどいだろ。スーさんおめでとうございます。ブラリ100周、100勝くらいして飽き始めてきました。早くね？ 100 勝早くね？まだ始まったばっかだ。ウィングできないディマリアがペリシッチ。まあ、そうなるよね。お、あと1個でレベルマックスや。ちょっとお気に入りグローリー40引くか。鈴木以外ちょっとこないでほしいな。最後のブースト来てくれ。こうなるとディフェンススキル強化 B もつけたいけど、インターセプト1個だけだからね。パワー消すのもったいないよな。オッケー。行くか。鈴木のぐるちょうど45。おお。選べるやつでもいいのか。とりあえず引くか。いっぱいあるからね。俺もキラ来ても今日はもうセットよ。網引きのね。ああ。セットですよ、セット。あ、来た。いきなり来るやん。素晴らしい。あと1枚だね。わかっとるやん。全部鈴木でいい。めっちゃ来るじゃん。嫌ってよ。嫌演出来てよ。もう解放できたわ。B 強化は絶対つけたくなると思う。そこそこスカすると思います。いや、でもパワーもったいなくない消すの。よし。緊張の運命のシュートが今。さあ、行ったぞ。いや、どう、いや、悩ましいよな。いや、パワーが何に依存するかによるよな。タックル成功しやすいとかさ。ヘディングクリア、まあ、競り合いに勝ちやすいとかさ、これさえ分かればね、緊張の瞬間、期待を込めて、未知数すぎるよ。宮沢高校時代のセンターフォワードでどうですか。オフェンスバカ低いけど、ゴンダどんだけ組んでん。いいんだよゴンダは。今日は鈴木の日なの。いや、もう2枚引いたからな。もう別に引く必要ねえんだけど。じゃあ！もう1ゴンダ引いたらもう引かない。来んな。鈴木でいいんだよ。何 ?4 連続ゴンダって何なんだよ。ゴンダと鈴木しかいねえのか。どういう確率で？鈴木とゴンダしか出ない！清水。どういうこと？もう一枚だけ。
うわ、キラ来たら激アツやん。泡のぼり出ねえ。あれもういなくね。松岡出たんで終わりです。ゴンダめっちゃ出たな。ゴンダ俺なんか持ってんの？めっちゃグローリアル。いやーちょっと邪魔だよ。いやゴンダ別にどうせ引かねえし。正直こういうのちゃんとね本体にフュージョンした方がねいいんだけど、めんどくせえがいいわ。よし、こういうのを怠るとね強くなれませんから、皆さんはねちゃんとフュージョンしてくださいね。ソシエダスポンサーなんだっけ、安田だっけ、安田ってなんか書いてあったな。こんなフュージョンドキドキしないことないよ。作業になってるもん。パワーのところが、まあスタミナだったらまあスタミナに変えてもいいかなぐらいだな。それぐらいだ。オッケーできた。つえー、マジケチつけんのキラじゃないぐらいやん。うわーキラにしてーな、これキラグロ欲しい。キラグロ最近来ないよな、お気に入りクラブキラグロ来いや。なんか J リーグの日ってあるよね、確かね。なんかサッカー、J リーグの日？いつだっけ？あれ ?11 月11日だっけ？で、ポッキーの日か。また出してほしいね。さあ、鈴木さん。まあ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 。バランス考えるならやっぱヘディングクリアとか、そのヘディング系3つ持ってるやつ入れんのはちょっと必須ではあるよね。俺真ん中にした方がセンス的にはショルツ。おうか。おー。ショルツも欲しいなー。ディフェンススキル強化へ、マジで。欲しいなー。マジで。バイクばらまくからグロの価値はウィコレより低い。バイクめちゃくちゃね出るからね、まあ、それはありがたい。いいね、高グレードセンターバック。ちょっとねここが化石なんだよな、正直。もう引いた時はめちゃくちゃ良かったけど、もう異次元だからね、ちょっと微妙だよね。番号に。ああ、これいいね。あと2ポイントか。ボランチめっちゃいる。あ、宮沢も入れないとね。宮沢さんどうすんの、これ。ボランチめっちゃいんな。なんでこんなボランチいるの？宮沢さん使った方がいいね。宮沢さん
立花田。ああ。10番の狩人1290。いや、捨て的にはまあ岩尾さんだけど、オルクモーターだしな、途中から出せばいいか。なんか面白いフォーメーションねえかな。いや、センターバック宮澤、まあ、入れるんだったら、笹章のとこだよね。笹章ディフェンス機3つあるから、でもピンタクなんだよな。ボランチいっぱいいるからさ、俺が使ってたさっきの433とか面白いんだけど、強くはねえんだよな言うて。これね、 433D ね。なんかもっとおもろいの出してほしいね。あー、これ何？これこんなんあったっけ？なんかでもらったんか。これ何でもらってるやつ？リミテッドマッチ？リミテッドマッチで配られるやつなら絶対弱いよな。あー、まあスタミナは大事だけど、どうなんこれ。あー、気持ち悪いな。キーパーにスタミナとかいっちゃいらんから。いや、まあまあ大事だけどね。あー、でも結構上がるんだな。あー、なるほどね。このフォーメあんまりだった。442H。 いや、これはきついんじゃない？セントラル3人。ボランチないのはね、だいたい弱いからね。まあ、これも、これあるけど弱いけどね。俺どうなん？これ弱そうだなぁ。使ってる見たことないな、これ。まあ、当てはまりはするけどね。我がチームに。当てはまりはするけど。こうか。いや、中盤やばいね。熱いね。いや、一見強そうなんだけどね。いや、宮沢いいな。キラ少ねえ。キラ全然いねえじゃん。まあ、ちょっとそのうちフレマやるわ。アマテラス杯に向けて。まあ、とりあえず今日は鈴木引けたということで、よかった。なんとかモチベーションは、維持できましたね。はい。上がることはないけど。よかった。これでなんとかアマテラス杯、
出れることはできるんじゃないかなとは思うけど、ちょっと前線がね、ちょっと化石すぎてね、弱いのよね。そう。そこなのよ。点が取れないのよ。もうシュートセーバーみんな持っちゃって。最近のね、あの MVP 確定でもらえるやつ ?MIP だっけ?あれでだいぶ得点力なくなっちゃったんで。いや、もうちょっとね、あのガチャの前にアマテラス杯やってくれれば、朝の俺取りに行ったんだけどね。なんかバカだよね。絶対、アマテラス杯もっと早めに発表してれば、あのガチャももっと回ったはずなんだけどね。はい。というわけで皆さんありがとうございました。本日はここまでにしたいと思います。ちょっとね、いろいろ、もう少しで予選始まるよね。来週か。来週か。来週から予選ですね。アマテラス杯のね。予選というか、まあ、出場が決まるリーグ戦が始まるということで。ちょっと同日、今やれたらだけど、ちょっといろいろ試してみたいなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。皆さん、お疲れ様です。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。お疲れ様でした。グッバイ。ピッピッ。